皆さんこんにちは。こんにちは。新潟の酒蔵をリレーするもっきり新潟スタートしました。記念すべき第1回目は弥彦酒造の大井源一郎さんです。こんにちは。よろしくお願いします。相変わらずワイルドでね、素敵な大井さんなんですけど、もう記念すべき1回目ですよ、はい、弥彦。もう本当弥彦って来るたびに季節折々で風景が違うじゃないですか。今日もね、あの桜が散った後緑になってきましたね、山が。そうですね、白になってきましたね、うん、すごい素敵ですよ。で、この弥彦酒造さんなんですけど、はい、歴史はどのぐらい古いんですか？私はですね、まだ190年ぐらいですかね。まあ、法人にしてからなんで1838年創業ですから、ね、法人になってからはまだそれぐらい、はあ、まあ、その前の歴史だともっとあると思うんですけど、はい、で、大井さんが入られてから何年ぐらい経たれてますか？24年目ぐらいですかね、はい、もうどっぷり、はい、どっぷり、はい、使っちゃって、はい、生まれもこちらなんですよ。全然違います。あ、はい、違うところから来たんですか？東区ですね。なぜまた酒の世界に？まあ、ちょっと、まあ、前のその、まあ、勤めてた会社とご縁がありまして、はい、弥彦酒造が、でこちらの方に、まあ、最初出向でっていう形に行ったんですけど、で、まあ、住んでみて、まあね、ここ酒作ってみたら良くなっちゃって、もうこっちがいいかな。ずっと、はい、で先ほども言いましたけども、弥彦山があって弥彦神社があってね、はい、本当に素晴らしいあのロケーションのところなんですけれども、じゃあ弥彦酒造は弥彦の酒蔵一つですよね？そうです、はい、そうですよね、はい、で弥彦のお酒をじゃあ古くから作ってきたわけなんですけど、はい、一番古いのはあれですか、弥彦愛国ですか？いや、あの古紙の白雪。あ、古紙の白雪ですか、はい、そうですね、昔はそれをずっと、はい、やってきて、でこの4月から、まあ、あのリニューアルって形で、うん、はい、であの弥彦っていうのがになりましたね。弥彦っていう、で私がね、よく弥彦神社にお参りして、はい、あの土産物通りで、はい、おでんを食べるじゃないですか、はいはい、おでんがまた美味しいんですよ。でおでんの時にワンカップのお酒を頼んだ時に、はいはい、古紙の白雪のワンカップだったんですよね、はい、あれってあのすりガラスになってて、ね、はい、とっても可愛らしいワンカップで、はいはいはい、あれも最近変わったんですか？そうです、あれはでも1年以上前ですよ、はいはい、すごく可愛らしくて、うちの次男がね、あれで水飲んでますけど、すごい気に入ってる。なんか後々も使えるカップっていいですよね、はい、そうですね、だから角田さんの雪男とか、うん、そう、うちのカップとか結構、うん、あの人気あるみたいで、そうですね、雪男も使ってます、はい、うちの次男、はいはい、ちなみにあのデザインちゃんと自分でやってるんですよ。え、あの、はい、そうなんですか？僕らこっちの会社で、うん、そうですね、独自でデザイナーに頼まず、頼まず、はい、すごいですね。もう神社がね書いてあって、弥彦ならではの風景のカップなんで、ぜひ皆さんも弥彦神社行ったら、はい、はい、おでん食べてください。あの弥彦山のアンテナもちゃんと書いてあるんですすごい細かい、はい、細かいですすごい、これ基本的に大島紬とか着物の素材なんです。ハッピーなんかも新潟日報見ていただくと思うんですけど、もう着物の素材で大島紬をベースにしたりしたハッピーを10枚作ったんです今回。で全てコートメールっていうそのラッパーのブランド、はい、例えば青木っていうのを着てるんですけど、あと日本だとワンオクカンジャニエルザイですか、カンジャニが紅白とか着てますよね、はい、あとイグジットがよく着てる、あのカラフルな、カラフルなの着てますよね。それがコートメールっていう会社なんですよ。コートメールのお酒をねよく知らない方にもちょこっと教えてほしいんですけど、はいはい、日本酒の成り立ちどのぐらい古いんですか？いや、もう古いのは本当にもう神社とかから始まって、うん、あと神社から今度あのお寺になって、お寺になってそういうふうに、まあ、造坊主とかもそういうのが始まってるんで、もう歴史的にはもうめちゃくちゃ古いですよ。めちゃくちゃ古いですよね、はい、日本酒の歴史なんていう、あのこう講演なんかもあのあやられます、神社の青年部の神道青年の方宛てにちょっとやったことありますけどはい、ちょっとまあいろいろ資料で説明するのがすごく長くなる話なので、長くなるという、はい、あので皆さんもねご存知 の, あの映画君の名はでねよく出てきたんですけど、口上酒、はいね、あれをあの唾液でね発酵させたっていうのが酒の始まりって聞いたの、はい、本当なんですか？そうですね、あの、うん、まあ
唾液がアルファアルミナーゼっていって、米のでんぷんを糖に変える酵素が唾液の中にあるんで、でんぷんを糖に変えて、でそこの糖に、まあ、酵母が入れば、酵母が糖を食べてアルコール出すんで、まあ、お酒になりますよね、理論上。すごいですよね。そこから始まって今に至るわけなんですけども、本当日本酒もいろいろよく屈折あって、まあ、業界的に、はい、今ってどんな時代になっているんですか。まあですね、もう二極化してんのかな、まあ、どっちかっていうとこう、もうあの一番最初はこう灘伏見っていうとこから、はい、まあ、酒どころって始まって、で要は水が硬水ですよね、うん、カリウム、カルシウム、マグネシウムが多いんで発酵がすごく旺盛なんです。で新潟って軟水が多いじゃないですか、はい、だから発酵が緩慢ですよね。あ、 その代わり、まあ、昔の人たちはこう作業とか肉体労働してたんで、やっぱり汗かくんで甘いイコールうまいっていうふうにこう脳が勝手に判断するようになってるんです、人間の仕組みって脳が。だから、そういったお酒をまあ飲んでたんですけど、酸があって甘いようなお酒を飲んでたんですけど、今やっぱりデスクワークでパソコンやったりもうそういうのが多いですよねそうするとどっちかっていうとそのボリュームのある酒よりもお料理と合うようなそういう風な淡麗辛口の綺麗なお酒っていうことで新潟の酒が来て、でまたそのまあアンチ新潟の人たちも結構いるんで、まあまあもう別にいいんですけど、でそういう方々がやっぱりこう甘くて酸なんていう酒求めて、まあワインでいうフルボディみたいな。そうですよね。でまた今変わり始めたんですよ。あ、また変わったんです。っていうのは今度は焼酎もこうレモンサワーとか流行ったじゃないですか、うん、今ドライになったじゃないですか、そうですね、ハイとか言って、まあ、商品名出して申し訳ないですけど、だからそういう風な形にまた変わってきて、もうドライ志向にまた変わってますね、じゃあまた淡麗から口が来る。そうですね、だから酢酸イソアミル系の酒になるっていうカプロン酸エチル系の酒が、まあ、一世風靡したんですけど華やかで吟醸感、はい、ちょっとまた酢イソ系の酒に戻るみたいな。へこれって何年周期なんでしょう。どうなんですかね、まあまあ、やっぱり10年とかそれぐらいの周期でこう戻ってくるような感じですね。だから甘さん系が今終わって、次のまたドライな感じ、ドライな感じの、まあ、要は、まあ、女性に例えるとすっぴんで綺麗なそういう風なお酒が流行ってくる、まあ、炭をかけないようなすっぴんで綺麗なお酒が流行ってくる。あ、じゃあやっぱり素材そのものを生かしたっていうものですよね。まあ、でも新潟の場合は、お料理が美味しいんで、うん、お魚系が美味しいんで、やっぱりどうしてもそう淡麗辛口なお酒は絶対合いますよね、はい、これは次回また今度試飲でいただきたいと思いますので、はい、たっぷりお話を伺いたいと思います。今回は弥彦酒造の大井源一郎さんでした。どうもありがとうございました。